エクアドル空軍のクフィルによるナパーム弾、10日後ナパーム弾とは、主燃焼剤のナフサに、ナパーム剤と呼ばれる、増燃剤を添加し、ゼリー状にしたものを充填した、油脂焼夷弾である。アメリカ合衆国の有機化学者、ルイス・フィーザーが開発したもので、極めて高温で燃焼し、広範囲を生じ、破壊する。約10万人が死亡した、 東京大空襲など、日本本土空襲で使用された、主な焼夷弾の一つで、M69 焼夷弾が特に悪名高い。F-100 戦闘機によるナパーム弾投下訓練の映像。アメリカ軍の要請を受け、ハーバード大学のルイス・フィーザーが開発した。初期に開発されたナパーム弾の構造は、増粘剤として、パーム油から抽出したパルミチン酸アルミニウム塩と、 乳化剤としてのナフテン酸、アルミニウム塩を粉末化し混合を保管しておいたナパーム剤を主燃焼剤のナフサとともに落下燃料タンクに充填したもので、これに新管をつけて航空機から投下した。また、同じ混合液体は火炎放射器の噴射剤としても用いられた。なお火炎放射器や紅術のナパームバレルのような即席焼夷弾に用いる場合は、 ナパーム材の粉末とナフサをセンチまで別々に輸送し、使用直前に両者を混ぜ合わせ、ドラム缶に充填した。この製法は、US パテントナンバー260万6107として1952年に特許が取得されている。ナパーム弾の充填物は、人体や木材などに付着すると、その親友性のために落ちず、水をかけても消化ができない。 消化するためには、海面活性剤を含む水か、油化作用の消化器が必要である。また、ナパーム弾の燃焼の際には大量の酸素が使われる、ため、着弾地点から離れていても酸欠によって、窒息しあるいは一酸化炭素中毒死することがある。もともと、ナパームとは、ナフテン酸とパルミチン酸のアルミニウム塩の略語で、こうした、金属石鹸は、 ガソリンやジェット燃料などの石油類と混合すると、ゼリー状に、ゲル化する、増粘剤、乳化剤としての性質を持っており、また、複数種類の金属石鹸を組み合わせることでその、性質が強化されるという特徴がある。ちなみに、ナパーム剤というのは俗称であり、正規名称は、増粘剤である。だが、これを使用したゲル化有刺症遺団の主原料が、ナフサと、 パーム油だったため、ナフサのナパーム油のパームでナパームという誤った説が一般に信じられるようになった。火炎放射器に使用するナパームは現地で製造できるように M2 混合装置が開発され、現在でも使用されている。使い方は簡単で、材料となるナフサかガソリンかというと粉末のナパーム材を入れてかき混ぜた後、タンクに注入するだけである。 このような現地製造装置が必要なのは、工場で大型タンクで混ぜて大量に生産してしまうと、粘性が高いため小さいタンクに移すのに、通常のポンプでは注入できないためである。そのため、製品の状態で前線へ輸送するよりも、現地で製造してタンクに移す方が効率が良い。この方法なら、専用ポンプは、最終の充填用の小型ポンプだけで済む。 増燃剤は重量比で2%程度の混合なので粉末が 20kg あれば1トンのナパームが作れる。ナフサを使用しているのは工場で充填されるナパーム弾で火炎放射器は燃料用のガソリンから現地で製造と充填を行っている。ベトナム戦争で河川小海底から沿岸へ 火炎放射を行うアメリカ軍ベトナム戦争でナパーム弾を投下するアメリカ軍ナパームとは増粘剤をナフサに混ぜて増粘したものである。増粘剤には以下のようなものがあり M4 がアメリカ軍で使用されている。改良が続いているものの基本的な組成はアルミニウムと調査脂肪酸の塩である。航空機投下用のナパーム弾と火炎放射技用のナパームは 成分も性質も異なる別物であるが、一般的に混同されている。M69 焼夷弾が使用された、東京大空襲での被害東京大空襲で、焼けただれて死亡した母子の以外2001年4月4日に、最後のナパーム弾が処分され、現在のアメリカ軍では公式には、航空機から投下するナパーム弾は保有していないことになっている。 2001年12月14日に、アルジャジーラのニュースで、アフガニスタンで、ナパーム弾が使用されたと報道されたが、アメリカ軍のトミー・フランクス将軍は否定している。アメリカ合衆国国防総省は、イラクの自由作戦でのナパーム使用を禁止しており、公式に使用していないことになっているが、反戦団体からは使用したとの主張が出ている。 実際にアフガニスタンとイラクで使用されたのはナパームの代替品であるマーク77爆弾であり、ペンタゴンはこれはナパーム弾ではないと主張している。しかし、見た目にも実際の効果にしてもナパーム弾と同じであり、マーク77爆弾はナパーム弾と同じものだと指摘されているが、あくまでも国防総省の公式見解はナパームのように見えるナパームとは違う兵器を 使用しただけである。Have You Ever Seen the Rain?1971 年1月に全米8位にまで上り、日本でも大ヒットしたアメリカのロックバンド、クリーデンス・クリア・ウォーター・リバイバルによって歌われた、雨を見た回の曲中には、Have You Ever Seen the Rain? という歌詞がある。レーンにザがついていることから、あなたはこれまでに雨を見たことがありますかではなく、 あなたはこれまでに、例の雨を見たことがありますかという意味であるから、この場合のザレーンは、ナパーム弾を指し示した暗誘であり、この曲は、ベトナム戦争への批判と考えるのが妥当で、実際にアメリカでは放送禁止処分になった。ただし、後年になって、作詞作曲者、ジョン・フォガティ自身は、この、例の雨について、ナパーム弾ではなく、ベエリアで有名な、 日が照っているのに降る、虹と共に降る、雨のことだと述べており、この歌は、クリーデンスクリアウォーターリバイバルの崩壊の歌だと、している。また、ドラムのダグは、一つ前のアルバムの曲、フール、ストップザ・レインと混同されたのではないかと語っている。この曲の、雨は、当時のニクソン政権による、ベトナム空爆を指しているという。オーシャン・アイズ・オーシャン・アイズは、 米国カリフォルニア州出身の歌手ビリー・アイリッシュの話題楽曲。歌詞に比喩表現として、燃える街を呼び、ナパームの空が登場する。地獄の目視録1979年公開の地獄の目視録では、南ベトナム海放民族戦線陣地に対する F-5A 戦闘機から投下されたナパーム弾による攻撃が描かれている。ありがとうございます。